田中みな実あったかタイム。先週に引き続きゲストは歌手の板野友美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週もお話ししていましたけれども、4日後、5月17日に板野さんの9枚目のシングルいいねが発売になります。改めてこの曲のポイントや聴いてほしいところを教えてください。はい、今回は自身初となる爽やかで春らしい曲になっています。うん、本当に歌詞がたくさん失敗してもそれに、負けずにこうポジティブに前向きに考えてやっていこうみたいな曲なので、なんかこう今ね春だし、新入生とか、今年から初めてお仕事なんていうんですか、新社会人の皆さんたくさんいると思うので、なんかちょっと心折れそうみたいな時とかにも聞いていただいて、少しでも背中を押せる楽曲になったらいいなと思って、制作してきました。この新曲いいねは新生活の季節、頑張る人を応援するっていう意味合いもあって、今日はですね、板野さんにこんな企画でもリスナーを応援していただきましょう。題して、ともちゃんとみなみのお悩み相談室。前回年末に出ていただいた時と全く同じ企画なんですが、非常に盛り上がったので今回もやらせていただきます。いいですね、お悩み。板野さんちゃんと答えてくれるからね。ちゃんと答えない方いますか？大体みんなちゃんと、答えようとするんだけど、結局答えってあまり見つからないじゃないですか。だからふわっとしちゃう。人によるよねとか。なるほどね。三田野さんはね、ちゃんとズバッと解決しますから。解決なのか、私なりの意見をズバッと言います。お願いします。はい、じゃあまずはこれ行きましょうか。豊島区22歳男性会社員の方。社会人になって1ヶ月が経ってようやく仕事にも慣れてきましたが、人見知りなだけにこのままおとなしい普通の社員として終わってしまいそうな不安があります。なるべく早めに今のキャラを変えて上司や先輩にアピールしたいんですが、目上の人に可愛がられる方法があれば教えてください。なるほど。でも無理してキャラ作っても逆に疲れちゃいそうですよね。ですね。なんか私これ人見知りでこのままおとなしい普通の社員として終わってしまいそうって、おとなしい普通の社員って何が悪いのって思っちゃうけどね。本当にそうですね。そこからもきっと個性は出てくるだろうし、なんかキャラクターとかってあえて考えなくても、ずっとね毎日毎日仕事してたら5年も経てばこの人ってこういう人だよねって印象は必ず出てくるはずだから、アピールされると逆にどうです？ AKB の頃とかも後輩たくさんいたと思うんですけど、なんか私ってこうアピールする人って上から潰されません？難しいな。でもアピールしなかったら本当にみんなと同じって思われちゃうから出てこれないですよね。アピールの仕方が難しくて、その年末にね、板野さんに出ていただいた時に板野さんおっしゃってたのが、AKB ってそのみんな元気で、はつらつとしてるって可愛い、明るい。だからこそ私は、その、あんまり喋らないというか、で、クールな感じを、あえてやっていたところがあったっておっしゃっていて、めちゃくちゃ考えてらっしゃったんだなと。そうですね。そういうイメージ戦略はやっぱされてたんですよね。なんか、そんな深くまでは考えてないですけど、でもなんか、例えばみんなが笑ってる時に、あえて突っ込まなかったりした方が、なんて思ってんのって言われません？司会者の人に。そうですね。そういう方がいいかなみたいな。だからそういうふうに気を引くっていうのは新しいですよね。そうですか？前じゃなくて逆に引くっていう。新しいですかね。すごい計算し尽くされてる。でも私、この目上の人に可愛がられる方法はあると思うんですけど。教えてください。それはやっぱり相談することですね。ちょっとわかるかな。そのなんか、やっぱりこう、特に仕事できる人とか、上司の方とかって、なんかこう、普通に本当に素直に、こう、聞いてくれることとか、で嬉しいと思うんですよ。わからないことはわからない。わからないから教えてください、みたいな。そしたら、なんか、その上司の方の頭の中に、その人の印象が残るわけじゃないですか。なおかつ、素直に聞いてきて、すごい前向きに頑張ろうとしてるんだなっていう印象が残るから、それが、なんか、いい時に、あいつ頑張ってたなっていうのが、
思い出されれば、すごいいいと思うんで、うん、とにかくなんか聞きすぎんのも良くないと思うんですけど、うん、本当に真剣に素直な気持ちでわからないことを聞くのはすごいいいんじゃないかなと思います。そうですね。自分でよく考えた上で聞きに行くっていうのは大事なことかもしれません。うん、ほらね、板野さん真面目に答えてくれるでしょ。さすがです。じゃあ次一応恋愛系行こうかな。はい。じゃあ中野区20代女性の方。今年の4月から同い年の彼と同棲を始めたんですが、彼氏が片付けられない男だったんです。服は脱ぎっぱなし、部屋も散らかったまま。私は綺麗好きなので何度も注意するんですが、一向に治る気配がありません。結婚を前提に同棲を始めたんですが、わずか1ヶ月で彼の嫌な部分が見えてきてしまいました。こんな彼氏、どうすればいいですか？嫌ですね、ちょっとこれは。どうします？もう結構賭けに出ますね。賭けに出る？だから、もう脱いだものとかのことに対してすごい真剣に怒る。それでも治んなかったら、うん、脱ぎっぱなしの服を彼のベッドの上とかに置いとくとか。その上に寝る可能性ありますよ、そういう。あ、もうそしたら家に入れないです。あ、同棲してるけど？はい。あ、まあ、私意外と嫌いじゃないんですよね、片付けるの。じゃあそういう彼女だと会うのかもしれないですね。そうそうそう。散らかってるのを、片付けてるのが、なんか、その、散らかしてるのも可愛いって思っちゃう。愛おしくなっちゃう。靴下とか拾い集めてるのが。いいですね、なんか。その、二子のかな状態。はい。うん。私も。意味わかんないって顔で見ないでくれる？私もあれですよ。お風呂の T 字があるんですけど、私。T 字？家に。あの、なんて言うんだろう。こう、窓拭き。あ、カミソリじゃないか。あの、急に T 字って言うからカミソリかと思ったよ。何？そう、水滴がつくのが嫌で。ああ、はい、わかります。ガラスとか。ワイパーみたいなやつね。そうそうです、はい。ああいうのもちゃんとやってくれる彼氏じゃないと一緒に住めないですね。お風呂入るためにそれやんなきゃいけないんですか？出るためにやんなきゃダメです。ええー、めんどくさい。だからそのめんどくささも踏まえて私だからそれを受け入れられないんだったら付き合いませんみたいな。超かっこいい。って思っちゃうかも。もう、すごいですね。でもそういう風にやってたら、なんかちゃんといい人しか残んないと思うんですよね。なんかそんなに強気になれないです。でも女の子強気になった方がいいですよ。なんか付き合ってもらってるみたいな気持ちになっちゃう、どうしても。多分そう思うと相手にもそれが伝わるんだと思うんですよね。舐められるんだよな、すぐに。そうですよ、みなみちゃん。そうなんです。だから最初にそれぐらいやっとけば、全部言うこと聞いてくれると思います。最初が肝心なのね。だから多分最初に、彼がね。はい。もう、なんか、この子と付き合ったら、これくらいめんどくさいかもしれない、みたいな。だけど、好きだからっていう、その判断をちゃんと彼がしないで付き合うと、彼の好きなようになっちゃうから、その判断をしてからちゃんと付き合ったら、すごい優しいと思う。付き合う時ってお互いいいとこしか見せないじゃないですか、こう、いい感じの時って。なんか、あ、付き合うかもみたいな状態の時って、私は、例えばなんかもう、一緒にテレビ見てても、どっかしらくっついていたいんだよね、みたいな。こう、なんだろう、足にまとわりついたりとか、はい、あの背中に触れてるとか、したいんだよねって言った時に、え、何それ超可愛いじゃん、俺もだよって言ってくれてたはずなのに、半年後に、こうくっついたりとかすると、じゃテレビ見てる時ぐらい離れてくんないとかって言われると、え、詐欺じゃないって思う。なんで変わっちゃうんですか、男の人は。ねえ、変わられたことないです。ねえ、その、勝利の、微笑み。多分、舐められてるんじゃないですか？舐められてますね。だからずっと追いかけさせなきゃダメなんですよ。どうやって？それがわかんないんだ。最初はすごい追いかけてきてたから、こっちが、え、じゃあって言って。多分、追いかけちゃうから逃げちゃうんじゃないですか？って今度はしゃいますね。いや、教えてくれんの？どうにかなります？なると、でもそれなんか尽くしすぎない方がいいんじゃないですか。いや、もうちょっともっと早く知りたかったな。なんかだから多分3年ぐらい前に自由にしてればいいんだと思います。自由に。彼のことを考えすぎて彼に合わせようとするから、なんか
何でも言っても言うこと聞いてくれると思われちゃうから、そうそうそう、もう自分が自由にしたようにしてて、それに合わせてくれてるっていう感じの方がいいんじゃないですかね。でもじゃないと会えなかったりとかするじゃないですか。あっちの予定に合わせて会えてたけど、でも彼が本当にみなみちゃんに会いたかったら、もしその会える時を日にちを出してくれて絶対合わせてきません？最初の方はそうだったはずだよね。勉強になるわ。私の人生相談しちゃったけど、この結婚を前提に同棲し始めた彼氏が部屋が散らかしっぱなし、もう1ヶ月で嫌だ。そもそも同棲解消するのがめんどくさいからね。まだ1ヶ月で。荷物とかも全部そうですよね。荷物もそうだし、家賃も多分折半とかしてたらね、その問題もあるし、敷金、礼金だってどうしたらいいかとかもあるし、これは同棲始める前に気づかなかったかね。清潔感があるかどうか。だから相手の部屋に行かないとわかんないね。話し合うか、まあ、そんな彼氏でも可愛いなって思えるぐらい好きだったら、うん、ある程度は片付けてあげたりとか、したらいいんじゃないですかね。思えないみたいですよ。だって嫌になっちゃったって。じゃあもう別れるしかないっす。1ヶ月で？同棲1ヶ月で？だからそれを切り出してみるとか。ああ。もうこんなに汚かったら一緒に住めないから。なるほどね。もう一回、距離置きたいって言ってみるとか。実家に帰らせていただきます。はい。そしたら変わるんじゃないですか。もうそれくらい言った方がいいかもしれないですね。多分そうしないと分かんないんじゃないですかね、うん、結婚前提ですしね。そうですよ、早く見極めた方がいいと思います、うん、そうですね、もうダメなもんダメだからね、うん、板野さんだとこうやってお悩みがねズバズバズバッとすぐ解決していくし私ももっと聞きたいし私個人的にまたお願いします、はい、本日は板野友美さんをお迎えしています。ともちんさんが体験した心温まる出会いや思い出について伺いたいんですが、はい、なんかあります？そうですね、でも半年前ぐらいにやったしなって。そうなんですよね、半年でそんなに出ないよ、温かいエピソードがって、温まる話が。なるほどね。そうですね。じゃあちょっと私いいですか？はい、はい、あの先週このラジオ、まあ、半年ぶりに板野さんにお越しいただいて、はい、板野さんが満遍の笑みで入ってこられて、みなみちゃんに会いたかったんですって言ってきてくれたのがすごく心温まったというかドキドキしました。本当ですか？はい。でもなんか私会いたいと思ったけどあんま会いたくなかったのかなって思いました。あのすごい会いたかったです。会いたいけど、だなんかさ、女の子にあんま言われることないから、そういうことを。恥ずかしい。うん。そうですか。男の人にも別に言われないけど。なんか、でもずっと会いたいと思ってたんですとかって、言えるタイプの人じゃないですよね、本来。え、言えるんです、私。板野さん、そういう人じゃないよ、私の中では。イメージとして。私結構言う人なんですよ。超素直に言いますね。最初かなり人見知りな感じから始まり、だって一番初めにプライベートでお会いしたの多分、あっちゃんと、前田敦子ちゃんと一緒に、イニシエーションラブを3人で見に行ったんですけど。ああ、そうですね。そう、その時とかは、まあ夜っていうのもあって、ほとんど顔も見えないまま。確かに。ね、でも、なんかやっぱり、友達の友達気遣いません？まあ、うん、なんか飛び越えていいのかな、みたいなのもあるし。うん。だから多分その、映画の時は、多分その、あっちゃんの友達っていうだけで、そのなんか自分としてその一人の人間としてあんま見てなかったかもしれないです、うん、私もわかります。一人の人間として見られてなかった。なんか深く関わっちゃいけないかなみたいな、はい、私とそんな危険人物。いやいやいや、わかんないですけど、なんかそんな感じかな、うん、いや、でも嬉しいです。今、ようやく、なんか心を開いていただけて。はい。で、そう、新曲の話です、板野さん。はい。新曲、いいねのカップリング。はい。どうして、私ね、この歌好きです。好きそうだなって思ってましたよ、私は。胸がギューってなっちゃう。何年か前だったら私、号泣してたよ、これ聞いて。本当ですか？うん。私もそんな恋したいなって思いますね。こういう経験はないですか？ないかも、あんまり。あ、でも、その中学校の時に片思いとかしてて、うん、叶わなくて悲しいなみたいなの思いましたね。うん、そういう感じじゃないんですよね、この歌詞って。やっぱ私一生この人のことしか愛せないんじゃないかなとか思ってくるわけ。ね、それがないんです、私まだ。だから映画とか見て、うん、そういう風に思って
ったりとか、そういうこの気持ちはわかりますけど、はい、私がこの人以外愛せないんじゃないかって思ったことが一度もないですね。でもこの人をずっと好きでいてしまうから、きっと新しい恋愛もできないし、私きっと結婚できないし、この人とまたなんか運命で一緒になれるまで私はずっと恋愛をしないでこのまま年を重ねていくんだって思っちゃうぐらい。素敵。本当？はい。重くない？いや、私もそういう恋したいです。だからいつも恋しても、あ、絶対この人とは結婚しないだろうなって思います。本当に。そんな無駄にしてる時間はないのよ、こっちは。だから多分結婚したいって思うくらい好きになった人もいなくて。それこそ中学生ぐらいの時あったかもしれないですけど。私毎回思う。だから相手のさ、名字とさ、自分の名前を組み合わせてさ、ノートとかに書いちゃうの、気づいたら。ちょっと怖いですね、それは。怖い？うん、板野南とかって書いてさ、あ、なんか、いい感じとか思ったりするわけ。なるほど。画数とか見始めちゃって。ああ、でも確かに画数は大事ですもんね。うん、いや、そこに共感してほしいわけじゃない。まあ、うん。まあ、この歌詞がいいんですよ。聞いていただきましょうか、はい、一度。号泣するからね、私。ちょっと待ってください。私の前では大丈夫です。全曲振りお願いします。それでは聞いてください。板野友美で、どうして。どうしてあんなことを言わなきゃよかった。どうしてあの時あんなこと言ってしまったのか。どうして自分を悔やんでも悔やみきれないところがあるよね、やっぱり。はい。私はこの歌詞全部解説しようか。なんかそうですね。なんか歌聞きながらずっとみなみちゃんがずっとボソボソずっと上からあ、この歌詞はこうでこうでこうだからわかるよ、あ、ここはこうでこうでこうだよね、そうそうそう、あ、これは横浜だからみたいな、華やかなベイサイド、私は港未来かなって思うっていうのをすごく語ってくれて、うん、すいませんね、なんかありがとうございます、私のあっちん曲に、うん、たくさん聞いてください。多分これ深夜に聞いたら本気で泣くよ。ぜひ、ほんとぜひ、5月の17日に発売されます、はい、いいねのカップリングです。2週にわたって板野さんありがとうございます。どうでしたか、あったかタイム。いやー、本当にトークあったかかったですけど、うん、みなみちゃんが心配になりましたね。あったかくなんなかった？はい、知れば知るほどなんかあったかくしてあげたいなって思いました。優しいね、しっかりしてるよ、25歳。板野さん、最後に告知していきましょうか、はい、そうですね、ただいま新曲発売にちなんでいいね動画募集キャンペーンがスタートしました。これはいいねと思う、皆さんがいいねと思うシチュエーションの動画、本当に携帯で撮影していただいていいんですけど、うん、5秒程度、なんかもう今日の夜ご飯いいねって思ったらそれでもいいですし、なんかいい景色見たらそれでもいいですし、自分が写ってる動画でもいいですし、本当に何でもいいんで、5秒程度の動画を皆さんがこうツイッターで、うん、ハッシュタグともちんいいねをつけて送ってくれると、うん、応募が完了ということなので、その中から抜粋して私の第二のミュージックビデオを作ろうと思っていますので、ぜひ皆さんたくさん投稿してみてください。まあ、詳しくは私のオフィシャルホームページで、まあ、その特設サイトに行けるので、そこを見ていただければ詳しくわかると思います。はい、21日日曜日まで募集しているそうです。そして、5月19日に私の新曲リリースイベントを開催します。こちらも詳しい情報は私のオフィシャルホームページに載っているので、まあ、今はまだ東京ということしか発表できないんですけど、もう多分、この放送が終わったぐらいには場所も発表していると思うので、ぜひ皆さんハイタッチもあるので遊びに来てください。はい、ホームページ随時チェックしてください。板野さん、エンディングもお付き合いください。お相手は田中みな実と板野友美でした。また来週。